春日は紙屋社は奈良県奈良市中辻町にある神社、春日造つの彰子に大井屋がある。手前に天保十二年と嘉永二年の石道路がある。祭神は雨の小屋根の命の御子、雨の惜しくもね命である。奈良房木津田中井に春日神社在秘術か松木本とある。この彰子が法営三年に消失したが、その際お神体である窓かきは、 松木の上に飛び上がり難を逃れたという。人々これをくしきこととして、同年少子を造営して先座したことなどが記されている。一説には、玄某塚が同書にあり、その霊を祀っていたのが、後に春、日大明神と呼ぶようになったとも言うが、その実はわからない、とある。玄某の畜子国での噴死の際、意外が飛来し、肘が落ちたところに作った塚を肘塚といい。 隣町の肘塚町の由来ともなっているが、その肘塚は正しくは、中津寺町西川会所の裏の路傍にあるという、この塚の伝説に不快して記されたものであろう。ABCDEFGH 奈良市、編集審議会編、奈良市社事編、吉川博文館、1 9 8 5 p 1 4 7ハット a b 奈良防木津田奈、海平城防木港、日本歴七名体系。 第30巻 P515 ありがとうございます。